治くん、誠治くん、うん、なんだ緑の声がやけにガンガン響くぜ。なんだこれ。私にも何が何やらさっぱりわからないのですが、目が覚めたらこんなことになっていて。なに、のんきに。おかしいだろうが。なんで俺が右手になったんだよ。だからでかい声出すなって、耳がカンカンすんだよ。悪夢か。落ち込まないでください。もともと私が誠治君の右手だったってこと自体不思議な現象だったわけですから、それが逆になっただけだと思えば大した違いは。おお、違いじゃなんだよ、何がおかしいんだよ。いえ、いいよ、気になんだろ。はい、こんな時になんですが。え、誠治君、ちびっちゃくて可愛いです。ふざけんな。誠治君が言えって言うから言ったのに。風邪ひいたりすると大変ですからね。ともかく一刻も早くお洋服を。あ、何ですか、誠治くん。あ、すみません。うわ、窒息させる気か。こうして口元を開ければ結構楽ちんなんですよ。ただし、人目があるときは息を止めてじっとしていなければなりませんけどね。でも結構窮屈なもんだな。体は突っ張るし、息は苦しいし。お前いつもよくこんなんで我慢してんな。これでも右手の生活結構長いですからね。慣れるとそれほど辛くはありませんから。慣れたかねんだよ。大体な、俺はいつまでもこんな状態でいるつもりはねえかんな。こいつ人の話聞いてねえな。なんか自分の足でこうして歩くの久しぶりです。もうすっかり秋ですね。誠治くん、ほら空に手が届きそう。急に背が高くなったみたいです。いや、実際でかくなってるし。あ、どんぐり。見てください、誠治くん、かわいいどんぐりですね。どんぐりも今の俺から見りゃでけえよ。いや、だからこれじゃ食いきれねえって。そうですか。でも私ばっかり大食いみたいで申し訳ないです。仕方ねえだろ、体のバランスっつもんがあんだからよ。おいしい。ああ、朝飯まだだったからな。誠治君の洋服買いに行く途中でした。私ったら自分のことばっかり。ちょっとぐらい回り道したって風邪ひくようなやわな体じゃねえよ。のんびり行こうぜ。ほら、やっぱり急ぎましょう。いいって言ってんだろ。そうはいきません。ダメと言われても歩き出したらこっちのもんです。なんだそれ。くそ、俺が右手だと思ってずれーぞ。おい、緑。誠治くん、ああ、た
グ、勘弁してくれよ。ごめんなさい。だけどどうして聖司君が私の右手に。さあな、目が覚めたらこんなになってたんだよ。あ、大変です。何か着るものを。私の服ばっかり。どうせ俺の服があったところでサイズ合わねえもんよ。そうだ、前に緑の服買いに行ったショップ、あそこならなんかあんじゃねえか。ああ、あのフィギュア屋さん。でもそれまで裸でいるわけにはいきませんよね。あ、そうです。ちょっときついでしょうけど、しばらく我慢してくださいね。他にねえのかよ。他には聖司命、聖司ゾコン。あ、これなんかどうでしょう。最新作の聖司君と私のアイアイガサバージョンです。もういいよこれでさ。では私も着替えてしまいますね。おえ、あ、失礼します。おなさい。言っとくけどな、俺は目つぶってたかんな。お前のペチャパイなんぞ見たかねえんだ。はい。で、朝飯どうすんだ。キャベツを刻んでスクランブルエッグと思っていたのですが、コツがいりますので、聖司君ではとても。俺じゃとても作れねえだ。ああ、やってやろうじゃねえか。何もこんなところで負けず嫌いを発揮しなくても。簡単だぜ、スポーツだと思えばいいんだろ。あっ、ね、投げた、投げた。お一つの負けに2ストライク。ラストはまた1回転負けだ。どうよ俺の腕前。まちっとばかし香ばしい匂いはすっけどな。なんだよ、人がせっかく一生懸命作ってやったのによ。寝るな。いつ来てもこの空気は好きになれねえ。この際そんな贅沢は言ってられませんよ。男の子の奇跡ぽよ。あ、見てください、すごいものが。かっこいいです。何考えてんだお前はよ。これじゃ服じゃなくて着ぐるみだろうが。あ、でもとってもお似合いだと思いますけど。聖司君ってちょっと正義のヒーローみたいなところあるし、こんな風に変身できるチャンスめったにありませんよ。ほら、バイクもセットで売ってるんです。すごい、本当に本物のヒーローみたいです。変身なんかどうでもいいんだよ。寒さをしのぐ服くれって。そうですか、残念。これなら雪が降っても大丈夫、野宿だってできますしね。ほら、テントセットもあるんですよ。野宿なんかしねえし、テントセットもいらねえの。ほら、このハンゴなんか本物みたい。はあ、中にご飯粒まで入ってる。まるでおままごとですね。おめえさ、なんか楽しんでね。はあ、服もこんなに種類がありますよ。これはこれで女の子の着せ替え心くすぐりますね。やっぱ聞いてねえわこいつ。あ、兵隊さんの人形もいろいろあるんですね。ジョージにトムにマイクですって。皆さんなかなかの男前ですね。でもやっぱり聖司君が一番かっこいいかな、なんて。人形さんごめんなさい。こいつ。やろうが、今俺が下手に動けば。なんだこいつ、右手に人間がくっついてるぞ。やめて。やめろ、緑に近寄んな。本当に喋るんだ、面白いよね。ちょっと見せてよ。ダメだ、緑を危険な目に合わせるわけにはいかねえ。緑、緑、くそ、もう我慢できねえ。
あら、何してるんですか。そっちこそ話せよ。あいつは今君携帯でこの人の写真盗撮しましたね。失礼だな、言いがかりはよせよ。ああ、何すんだよ。君みたいな人はこの店に来る資格はない。もっとプライドを持ちたまえ。覚えてろよ。大丈夫ですか。え、君どこかで会ったよ。気のせいですよ。とにかく助けてくれてありがとうございました。あんなやつ、いつもなら簡単にぶっ飛ばしてやんのに。私はへっちゃらですよ。高見沢さんのおかげで助かりましたし。誠司君？ああ、右手でいるってのも不便なもんだな。おい、とても私ごときが一人で太刀打ちできるような甘い場所ではないと見ました。甘いも辛いもねえんだよ。なんだそれ。俺はどうなるんだよ。あ、この服のままか。おい、なんとかします。なんとかってどうすんだよ。なんとか。そうです、これから手芸屋さんに行って材料を仕入れましょう。手作りかよ。自分で言うのもなんですが、なかなか腕を上げたと思いますし、男物だってやってやれないことはないと思うんです。勘弁してくれよ。胸にアイラブ緑とか緑ぞっこんとか刺繍された日にゃ。いくらなんでもそれは大胆すぎではないでしょうか。でもやっぱりポイントは必要ですよね。あ、余計なこと言っちまった。春日野さん？やっぱり春日野さんね。岩崎さん。あ、具合大丈夫なの？具合って。やだ、春日野さんのことに決まってるじゃない。そう、そのことだったら。あいつ。だいぶ良くなったの。でも随分休んでたから少しずつ外に出たりして、リハビリっていうか。やだ、私嘘ばっかり。そっか、よかった。みんな心配してたんだよ。岩崎さん。そうだ、お茶していかない。でも私。いいでしょ、これもリハビリよ。無理言ってごめんね。迷惑だった？ううん、そんなことない。お待たせしました。ありがとう。すみません。ごゆっくりどうぞ。お砂糖とミルクは？ええ、たっぷり。たっぷり入れてたんだけど、今はダイエットでブラックにしてるの。何言ってるの？全然太ってないじゃない。病み上がりの人がダイエットなんてダメダメ。体が求めるものを食べて飲むのが一番よ。私もね、コーヒーなんて大人ぶって頼んじゃうけど、実はパン屋さんのコーヒー牛乳が一番好き。岩崎さんも？ん？おいしい。そうそう、テニス部のキャプテンで吉坂先輩っていたの覚えてる？ほら、みんなで体験入部したじゃない、冷やかしで。うん、うちのクラスの木村さん告白したんだよ。そしたら体験入部の時からお互いいいなって思ってたんですって。勇気出して行ってみるものね。まあ勇気出したからってみんながうまくいくとも限らないんだけど。未だに連敗記録更新中。
と男の子って見る目ないわ。よかった、やっと笑った。なんだか元気なさそうだったから。あ、いけない、私そろそろ行かなきゃ。もう？実は私ね、芸大目指してるの。それで今絵のレッスンに通ってるのよ。ごめんね、誘っておいて。またゆっくりお茶しよう。ありがとうございました。現実の世界はどんどん動いてるのに、私は悪かったな、俺のせいで嘘までつかせて。なんでだよ。ごめんなさい。なんででしょう、私。追っかけろ。早く追っかけて、ちゃんと話さねえとダメだろうが。元に戻ってる。あの、いえ、何でも。誠司くん。あ、私が右手で迷惑ではありませんか。何今更言ってんだよ。そうですよね、誠司くん迷惑だってずっと前から言ってましたもんね。なんだよ。いえ、気になるんだ、言えよ。はい、夢を見たんです。夢？はい、誠司君が私の右手になっちゃった夢。そしたら今まで気づかなかったことがたくさんあって、それは幸せなことばかりではなくて、誠司君はそれでも。俺も俺がお前の右手になった夢見た。お前の気持ち、全部じゃねえけどさ、少しだけわかる気がした。だから迷惑だなんてもう言うな。それこそ迷惑だ。もう寝んぞ。ありがとう、誠司君。誠司君は今いつも私のそばにいてくれます。だけどあの時なぜ私は泣いてしまったのでしょう。岩崎さんを追いかけてどうするつもりだったのでしょう。自分でも
よくわからないのです。しかったりすごく嫌だったり思えて、それは僕が気持ちを伝えることが怖いからで、頭で押さえつけても心はどうすることもできなくて、会うたびに君に悟られないように、いつもと変わりないように、話してるつもりで余裕日々、フェイズナイン、タッキーの日々。聖司君、一体どうなってるんでしょうか。